大野大史跡母軍の第15号遺構。大野大史跡母軍は、長崎県佐世保市鹿町町深江に所在する、縄文時代から弥生時代にかけての遺跡である。国の史跡に指定されている。島原半島の原山史跡母軍と同様に、国内最古級。鹿町町の北部、江江湾に注ぐ鹿町川の南岸丘陵地上に、あり、東西、約250メートル。 南北約200メートルの範囲に広がっており、4つの主な区域に分かれている。1963年に地元住民により石棺が発見されたのがきっかけとなり、1966年以降数字に渡り発掘調査が行われた結果、8期の石棺の他亀棺墓が1基、最初以降と長崎県のものに特徴的な株に箱式石棺を伴う、 多数の史跡簿が確認された。また、縄文時代晩記から、弥生時代前期のものと見られる土器も発掘されている。発掘された出土品や資料は、鹿町町歴史民族資料館に収蔵を展示されている。遺跡の範囲が比較的広いこと、以降に規模や型の差が見られないことが特徴となっている。2010年現在、 長崎県内では本遺跡を含めて13カ所の史跡母群遺跡が確認されているが、そのうち県北部に本遺跡を含む7カ所があり、いずれも海岸近辺の中石地に隣接している。また、同じ佐世保市の浮島にある浮く松原史跡母群や佐賀県、福岡県糸島市に分布する史跡母群との共通点も指摘されている。1八十五年五月十四日、 国の史跡に指定された。ありがとうございます。